誕生日おめでとう。嬉しそうだね。そんな君を絵に描いてもいいかい？人の脳の容量は限られてるから、つい忘れてしまうんだ。でも絵にすれば、それは記憶の延長になる。将来、絵をもう一度目にすることで、当時の気持ちを思い出すことができるんだ。誕生日おめでとう。これは、お前が生まれた日に咲いた、ルリユリのドライフラワーだ。昔のリーウェの人々は、大地の美しい記憶と祈りのために、この花が咲くと言っていた。きっと、お前の誕生もそうだと、俺は信じている。誕生日おめでとう。新たな一年が最高の幸運に恵まれますように。安心しろ、不運は伝染しないぞ。俺がいる限り不運はお前の方に行かないからな。今宵は満天の星に華麗な月、さあさかしいい日だろうね。うん、知ってるよ、誕生日でしょ。もう本当にいい日だね。お誕生日おめでとうございます。今までお世話になったのに、プレゼントも用意していないなんて。後ろにあるもの？見たんですか？失敗した精神のお菓子です。完璧に作りたいと思ったのに。美味しいですか？本当に？誕生日、人間の記念日などくだらない。待ってろ、青霧の歯で蝶を作ってやる。ああ、やる。これは戦法だから魔除けにも期待できるぞ。誕生日おめでとう。はい、薬草の匂い袋。驚いてる？前に言われた時にメモしておいた。毎日見ればこれからも忘れないよ。お誕生日おめでとう。君に特別なプレゼントを用意したわ。普通の明かりに見えるけど、雷元素をちょっと加えれば長時間光るのよ。明かりが必要な時に使ってね。やあ相棒、誕生日おめでとう。むちゃくちゃ殴りたい相手とかいる？いたら遠慮なく俺に言ってくれ。お誕生日おめでとう。誕生日は楽しいね。クレイより年上だから、誕生日を過ごした回数はクレイより多いよね。
羨ましいな。誕生日おめでとう。今日は君の大事な日だね。君の願いを聞かせてくれ。僕にできることなら考えよう。これは上質な芸商花で織った生地。新しい服でも作っていい誕生日を過ごしなさい。ふむ、今日があなたの運命の日ならこの私も見て見ぬふりはできないわね。さあ言いなさい。この腐った世界であなたの短い人生の中で何か叶えたい願いがあるならこの私に言いなさい。ええ、たとえそれが。お嬢様は誕生日おめでとうございます。あなたがどうしてもというのなら。坊主、おだまり。以前友達から誕生日はケーキを食べるって聞いたんだ。ほら、リンゴケーキだよ。はい、スプーン。焼き上げる時に少し崩れちゃったからアップルパイみたいだけどね。スイーツって本当に難しいね。今日はめでたい日だ。なぜなら風の加護を受けた君の誕生日だからだ。誕生日なんだからゆっくり休むといい。ハッピーバースデートゥーユー。失礼を許してくれ。このプレゼント気に入ってくれたかな。誕生日おめでとうございます。はい、この袋をどうぞ。中には困難を乗り越えるため力になってくれる助言が入ってます。くれぐれも今開けないでくださいね。この先1年でいずれこの袋を開ける日が来ますから。毎日冒険に勤しんで処理できていないことが溜まっていませんか。今日私はあなたの専属メイドですから全部私に任せてください。それとこの素敵な日に祝福を。お誕生日おめでとうございます。誕生日おめでとう。何ヶ月もの実験を経てやっとこの薬剤が完成したの。はい、どうぞ。この生物飛薬3916号はここ1年で最も美しい思い出を呼び起こせるの。お、3196号じゃなくて3916号だよ。フライドフィッシュと私の特製ソースだよ。どうぞ。おい、変なものなんか入れてないや。私が本気を出せば美味しくできるんだから。一口食べたら感想をちょうだい。あ、最初に言うべきだったにゃ。その、お誕生日おめでとう。
今日はお前の誕生日だろ。この表彰の花をやる。僕が作ったんだ。妖魔に遭遇した時にこの氷の花を投げれば、僕が施した呪術が発動して、お前を助けてくれるはずだ。それと、誕生日おめでとう。めでたい日だ。今日は心から楽しめるといいな。さあ、船に乗りな。時間を空けておけとみんなに言っておいた。食事も用意した。今日はあんたの誕生日。あんたが親分だ。さて、どこに行きたい？今日はお前の、ずっとずっと前の今日に、お前生まれた。お前と一緒に楽しみたい。今日、一緒に肉食う。はい、どうぞ、お守り。誕生日プレゼントよ。作るのに結構時間がかかったから、なくしたら許さないわよ。本によると、天聖石橋は上古戦争の時、顔真モラクスが投げた石槍が崩れた後にできたものだ。誕生日に橋の上を歩き、両側の海にモラを投げると、一年間安らかに過ごせるんだって。誕生日は年に一度だけだから、行きたいなら早く行きなよ。嘘じゃない。本当だよ。早く行きなって。あ、見つけた！早く来て！あなたのためにたくさん料理を作ったの。無理に褒めなくていいよ。まず味わってからにしてよ。誕生日おめでとう。な、見てみろ。あんたのために特別に作った刺繍だ。フォンテーヌの人形を参考にして、あたいたち二人を模して縫ったんだ。最高に可愛いだろ。なんだよその目は。あたいが刺繍できるってそんな変なことか。受け取って、これは君への誕生日プレゼント、特別サイン色紙だよ。新曲ができたら真っ先に歌ってあげるね。誕生日おめでとう。誕生日おめでとう。ほらこれあげる。私が作った特製ウサギ伯爵だよ。安心して、特製なんだから。爆発なんかしないよ。